上海のレベッカ。ストーリー、川野康之。出演、遠藤守也。新型肺炎が流行した春、僕は上海に出張でよく出かけた。ある日、新聞の片隅に小さく、広州で謎の肺炎により数名の死者が出たことを伝える記事が出た。数日後に肺炎は香港から北京、上海に広がっていた。新型のウイルスが病原らしいというだけで、その正体も感染経路もわからない。当然、治療法も予防法もわからない。ただ、致死率だけが異常に高かった。発生地の広州では本格的な流行の気配を見せていた。全市で数十人が死んだとニュースは伝えていた。本当は数百人だという噂もあった。その広州からスタッフが来て、狭い録音スタジオに一緒に入った時には、スタジオのアシスタントが霧吹きで黒酢を撒いていた。黒い様子、黒酢がウイルスに効くと言われていたのだ。ツンと鼻を刺す匂いが何とも不気味だった。納豆とキムチが効くという説もささやかれていた。感染者の中にたまたま日本人と韓国人がいなかったというのが理由だった。ウイルスは目に見えない。さらに恐ろしいのは、すごい速さで遺伝子を変え変身し続けることだ。人間はウイルスには勝てない。人類史上今まで一度も勝ったことがない。むしろウイルスに人間は生かされてきたとも言える。なぜなら、もし人間が全て殺されてしまったら、宿主を失ったウイルスも生きていけなくなるから。録音が終わってホテルに戻るという仲間と別れて、僕は夜の街に出た。ウージャンロの安食堂で一人で飯を食べて、人混みの中をバーに向かってブラブラと歩いた。誰かに見られているような気がした。風神根湯園、復興公園は昼間は普通の公園だが、夜は別の顔を見せる。木立の黒い影に隠れた小屋の中が、夜はバーになった。店内はドラムとベースの音が一晩中鳴って、若者たちが夜通し飲んだり踊ったりしていた。自称アーティストたち、金持ちの不良息子や娘、外国人、外資系会社のエリート、成長する上海の熱と渇きが感じられる場所だった。この店のカウンターの隅で一人で酒を飲むのが僕は好きだった。レベッカに会ったのはその夜だった。気がつくと僕の隣に一人の女がいた。時々金持ちの娘のふりをして怪しい商売の女が入ってくることがある。バーテンの男がチラチラ警戒するような目を投げてきた。女はレベッカと名乗った。目の色が少し青みがかっていて、他の中国人とは違う感じがした。言葉を交わすうち、女は金持ちの娘でも娼婦でもないことが分かった。それよりももっと危険な存在の何かという気がした。
この人たち消えてしまえばいいのにって思うことはない、とレベッカは言った。青い目の中に時折邪悪な光が宿った。危険な毒のようなものがすっと僕の心の中に入り込んできて、体を乗っ取られてしまうような気がした。そうだねと僕は言っていた。バーテンがこっちを見ていた。彼女が僕の手を握った時、突然入り口の扉が開いて、黒い服の男たちが飛び込んできた。レベッカの目にちょっとだけ恐怖の表情が現れた。彼女は僕の手を離して後ずさった。あんたは生かしてあげる、そう言ったような気がした。ひらりと翻って人の中に消えていった。後から黒い一団が追いかけていった。ツンと鼻を刺す匂いがした。我に返ると自分の手の中に何か硬い石のようなものが握らされていることに気がついた。恐る恐る手を開いてみた。青い美しい石だった。ラピスラズリだ。店を出て石を握りしめて、僕は熱に浮かされたようにふらふらと歩いた。レベッカの姿を探したけれど、上海の街にかき消えたようにもうどこにもいなかった。そして本当の地獄が始まったのだ。ウイルスは僕の仲間を殺し、上海の3分の1の人を殺し、中国全土で数百万の命を奪って世界中に拡散した。何億もの人間を殺して、殺し尽くしてからやっと牙を収めた。閉ざされていた日本への航空路が再開された。騒がしさを取り戻し始めた空港のチェックインカウンターで、僕はポケットの中からパスポートとチケットを取り出した。青い石、ラピスラズリが一緒に転がり出た。搭乗手続きをする地上係員の手が止まった。指で石をつまみ、彼女は僕を見た。その目に青いラピスラズリがあった。